タジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはベンゼマのシュート、オーバーヘッドでしたが決まりません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからね。この試合最初のシュートを打ちました。裏のスペースを狙う、アザールドリブルで仕掛ける、さあベンゼマ、ブスケッツ、さあここでカウンター、ボール入るか、どうだ、これをカットします。カゼミロ、長いボール縦へ、久保からイスコ、ポールのどこのパス、シュート、うわー、わずかに右へそれました。ベンゼマ、今のチャンスはものにすることができませんでした。イスコから久保、ベンゼマ、ベンゼマから左へ、アザールからこのフィードパス、ベンゼマ、これはファールです。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。ベンゼマ、ベンゼマから久保と、ボールはスペースを狙う、ファンダイクからベンゼマ、バランから大きく縦へ、長いボール縦に入れます。アシュリー・ヤングから縦へのボール、カゼミロ狙う、相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏へ届くか、ソクラティスのここはファールを取られます。カルバハル、シュート、いや今打つ前に一つフェイント入れてシュートコース開けましたよね、うまかったですね。ベンゼマシュート、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。ベンゼマ、いやカット、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。上げる、ルーズボール、シュート、前半アディショナルタイムです。いや今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。ここで前半が終了しました。45分間戦って1対0。さあ北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。ホーム側としてはよく攻めている印象がありましたね。シュートも多いですし、ただもう1、2点取れても良かったんじゃないかなとも感じました。
取れるときに取っておくことが大事ですからね。1対0とリードして折り返します。後半スタートです。ホーム側としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。ロナウジーニョ、これはつながりません。久保、フェイントを見せます。ルーズになる。ニコラ・ペペ、ロナウジーニョ、ロナウジーニョ対応します。スペースを狙った。オルラン・メンディ、久保、大きく縦へ。ディフェンスをものともしません。オルラン・メンディ一旦戻します。セルヒオ・ラモス、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ホーム側としてはここに来てシュート少ない印象ですからね、もっとフィニッシュを意識したイマジネーションあふれる攻撃が見たいですよね。エデル・ミリト、残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。アザール、モドリッチ、緩いボール、いいボール入りますよ。シュート、シュチュースリー、弾いたボール、リードを2点に広げます。ルーカス・バスケス、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。ファンブルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。得点を重ね2対0という展開。ホーム側としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。カルバハル、縦へのボール、スルーパスを出す、ちょっと伸びてしまいました。ダイク、一人で行く、最終ラインまでボールを下げる。エデル・ミリトン、裏を狙っていきます。フリーで受ける、シュート、クルトワ、絶好の得点機、ものにできません。いや、この時間帯で打つっていうことは大切ですよね。外れはしましたけどもね。この場面でスーパーセーブです。クルトワ、イスコ、イスコから久保、自分で行く、さあシュート、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。